はい、今回見せていただいてますピアノがヤマハの U10BL というね、タイプで35歳のピアノになりますね。ですのでね、ちょっとアクションの関係とかもちょっとガタが出てきたりとかね、この辺とかね、もうハンマーグラグラしてましてね、隣のハンマーに当たったりとかね、してますね。これ関節部分のセンターピンっていうところがもう抜けてしまっててグラグラしてるっていう風な状態ですね。その他も見てもね、ハンマーの間隔ももうバラバラになっておりますし、うちのね中古ピアノの整備メニューで、ピアノをお預かりしてね、工房の方にお預かりして、分解して掃除して磨きして、調整もし直すっていう風なことをねさせてもらったら、かなりいいピアノになるんじゃないかなとは思っておりますね。その反面ですね、もうこのセンターピンのチェック、だけをするとかね、このマフラーとかね、この辺穴開いてるところを張り替えるとか、もう最低限のことだけするっていうのも、ありかもわからないですし、将来的なことも考えて、弦の方もね全部交換するのか、このタイミングでするのがいいのかとかね、いろんなことをねご提案させていただいたらいいのかなと思っておりますね。ちょっとね弦もね、最低音の方がねよく伸びるんですけど、この辺とかねちょっとね減衰が早いねというね凡戦っていう、状況になっておりますね。このね、新線にこの銅線を巻いてあるんですけども、その辺がちょっとね硬くなってしまってるっていう風な感じですね。その辺もちょっとね直せたらなと思ったりしておりますね。はい、ピアノがいいですのでね、いろいろとねご提案できるかなと思いますね。あ、これ触っとこうかな。あ、ブライドルテープは大丈夫そうですしね。はい、悪いところは直して、調整の方もしっかりしてという風な形で、見積もりの方を頑張らせてもらおうかなと思っております。あとね外装の方もちょっと取り付けてね、だいぶ曇りが出ているみたいですので、その辺もちょっとねチェックしとこうかなと思いますね。はい、外装の方を取り付けてみました。さすがにね、曇りというかね、大きな傷はねないみたいですけど、鍵盤蓋の上なんかはちょっとね、曇ったような感じにはなっておりますね。はい、まあヤマハの文字もねそんなに錆びてないですし、きっちり磨いたらね、あ、これはさすがにねちょっと傷んできてますけどもね。ペダルの方もちょっとくすんでおりますけども、こう踏むとこだけちょっとねピカッとしておりますけどね、これもねバフという機械で、磨きましたら、顔が映るぐらいまでね綺麗にできるんじゃないかなと思いますね。全体的にこのバフというね機械で磨き上げたら、新品の輝きも戻るかなと思いますけども、いっそのことねこの黒を剥がしちゃって、出てきた木目を生かして木目調のピアノにするとかね、木目がうまく出てこなかったらちょっと白のピアノにするとか、いろんな色にピンクにするとか、いろいろできますのでね、そういうのもご提案させていただいてもいいのかなと思っておりますね。はい、ではちょっと気合を入れていろいろと見積もりの方をさせていただこうと思っております。